ます。カブスの思い出もちょっと伺いたいなと思って。はい。ね、すごくいい場所なんですよ。シカゴの街並みとか、うん、僕やっぱアメリカ、まあ、行ってそのカブスやりましたけど、やっぱり住んだりとか何するのに本当にいい場所だなと思って。合ってました肌に。僕は合ってましたね。はい。何をして心を癒してたんですか。まあ、英語喋れるわけじゃないので、うん、あのその家の近くにその湖ミシガン湖のところの周りをこうずっとプラプラ散歩したりとか、もうそういうことしてるだけでもなんかすごい気持ちいいんですよ。うーん、冬は住みたくないところです。ああ、そうですか。冬はマイナス16度20度とかなったりするんで、やばいぐらい寒いです。ウィンディーシティって言われてるぐらいなんで、冬風すごい、ね、痛いんですよ、うん、あ、なんか切れてるかもしれないっていうぐらい本当に痛いです風。切れてる感じね、いてつく寒さですね。もう本当に寒かったです、あれ。じゃあワセリン塗って。いや、もうワセリン、もうなんかこの辺まで全部かぶってて、ほとんど前見ないんじゃないかっていうぐらいずっとこうやって歩くのに寒くて。でも面白いんで、ああいう寒い地域の人にもダウンとか着てるじゃないですか、みんな。で、建物の中に入ってパッて見たら中半袖なんですよ。そのギャップがすごいなと思って、うん、肌感覚ちょっと違うよね。違いますよね、うん、いますね、外国人の方とね、うん、うん、そっか、顔の皮も熱くなったみたいな。もう本当にだいぶ鍛えられましたよ。そんなことはないですよ。なんかむちゃくちゃ言ってきますね、ひなり。なんか僕がちょっと本番前にいらんこと言ったから、ちょっと僕に仕返ししようとしてるんですね。どんどんいじって。そう、いや、いらんことではないですけど、うん、あのね、ずっと僕よりあの若い方だと僕ずっと思ってたんですよ。ただちょこっとあの調べさせていただきましたら、はい、あの僕よりも先輩でいらっしゃいました。それで上原さんが1、2、3っていう順番が、うん、で俺がなんで姉さんって呼んでるか分かる。そうなんですよね。そこで、あ、そういうことなんだと思って、うん、でも大体ね、一緒ですね。すごい、そこは包みましたね、ちゃんとね。さあ、あれ次いった。じゃあやっぱり恩返しは、先ほどここまでお世話になったので、何かしらの形があってできればいいかなと思うので、